兄ちゃん、やっと見つけた。長く留守にしてしまったな。ナナカ、元気にしていたか。それはこっちが言いたいよ。お兄ちゃん元気だった？最近全然村に帰ってこないからみんな心配してたんだよ。ああ、いろいろあってな。大物を追っていた。みんなには心配するなと伝えておいてくれ。ダメだよ、一度帰ってきて。みんな本当に心配してるんだよ。それに私だって寂しかったんだから。なんだ、お前は一人で大丈夫なんて言ってたじゃないか。それとこれとは別だよ。だってずっと会ってなかったじゃない。うん、そういうものか。そういうものです。まったく、狩猟の男はこれだからダメって言われるんだよ。アーシャ、すまないな、みっともないところを見せてしまって。いいですよ、私とニオも同じ感じですから。下の兄弟に甘えられるのは年上の特権ですものね。それを特権と考えたことはあまりないが。アーシャちゃん、笑ってる場合じゃないよ。お兄ちゃんってこんなんだから、もし一緒になったら大変だよ。ん？こら、ナナカ、俺たちはそういう間柄じゃないぞ。そういう冗談はアーシャが迷惑するからやめなさい。え？そうなの？なんだ、お兄ちゃんと一緒になれる可能性があるのってアーシャちゃんだけだってそう思ってたんだけどな。ごめんね、アーシャちゃん。でも冗談で言ったわけじゃないんだよ。お兄ちゃんと一緒になると苦労するのは目に見えてるんだけれど、それでも悪い男じゃないと思うんだな。どうかな。え？妹のひいき目も入ってるかもしれないけどね。ナナカ。はい、ごめんなさい。やっぱり兄弟っていいな。